たな、漂白者さん。座標は君のデバイスに転送しといたよ。ここからは共同作戦というわけで、作戦前のブリーフィングを始めよう。食帝とは極めて神秘的な科学研究組織。そのメンバーは皆気候術を収めた秀才たちなんだが、世間に広く認知されたのはやはり彼らによるわけのわからん実験の数々だな。延長の沼で七彩の黒い光が輝くのはなぜ？湖から浮かび上がった輪っかは怪獣の仕業？漆黒の夜に空を舞った若い研究員が消息不明に。まさかあれもこれも誰かに仕組まれた陰謀なのか？あれれ、もう寝る時間？あんこまだ眠くないよ。もう話読んでくれるの？悪い悪い、いつもの癖で。でも大事なのはその後。ある日を境に食帝のメンバーは全員急にいなくなった。食帝の責任者である老教授は後ほど回収された録音データでこう言った。わしの実験成果か？欲しいんだったらくれてやる。探せ、このわしの成果をそこに置いてきた。そう、食帝に。どうだい、漂白者さん、好奇心がくすぐられるだろう。こんなありったけな話を聞いてしまったら。待ってくれ、今回は本当に大事な任務があるんだ。レインさんから俺らブラックシュアの役割は聞いたよな。俺たちは信号塔を世界各地に設置した。悲鳴のデータ収集、分析、そして予測を行うためにな。交流にはこういったことわざがある。小さな誤差でも重なればいずれ大きな失敗を招く。裏返せば一つ一つの信号塔は俺たちの大事な目ってことだ。だが食帝のメンバーの失踪後、食帝区域に設置した信号塔に損傷が出た。で、少し前にブラックシュアのテティスの一部に異常が発生した。その原因は食帝区域の信号塔の破損にあるかもしれない。だからこうしてこの足で食帝に出向き、実際に調査するってわけよ。今回の任務は信号塔の回収だけど、ひょっとしたら珍しい宝をゲットできたりするかもな。アールト、あんたの考えはあんこでもわかるよ。まだガキンチョのあんこにわかるもんか。さあ行くぞ。
あれ？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 俺の残像探査機壊れてるのか？これだけいるのに全く反応しない。きっと急に出てきたからびっくりしちゃったんだ。おかしいな。まあとりあえず倒しますか。アンコールの時間だよ。気をつけましょうね。ここだ。いちいち謎解きとは遊び心満載のやつらだな。食艇に入れる人間が少ないってのも納得だ。これだけのセキュリティが備わってじゃあね。このドア、この前アールトが閉じったせいで開かなくなったやつじゃないの？あれはそうだな。とにかくまずはこのドアを開けないとな。この仕掛け、なんか日時計に見えない？ここは座を回して両方の針も同じ方向に移動させてみよう。これは、なるほど。
食帝の奴らは疎開飴の再現を試みていたのか。それもここまで進んでいるとはな。恐れ入った。疎開飴とは天空界から生み出された現象、いわゆる高密度の反響エナジーだ。反響エナジーはあらゆる時空の事象を記録できる。だからそれでできた疎開飴に濡れると雨が記録した様々な過去を見ることができるんだ。おそらくさっき外周部で見た雨みたいなのはこの研究の成果なんだろうな。それと一般的に疎開飴は3つの段階を経て形成されると言われている。第一段階は誰もがよく目にするような普通の雨。そして今見たのが第二段階、停留。俺は疎開飴を研究している人を何人も知ってる。執念深い奴らだよ。みんなある事件、もしくはある人に固執している。それにしても、測定の研究はスケールがでかいな。そこまでして探求する秘密とは一体何なのか、実に興味深いね。ここの電力システムは死んでないはず。手分けして探そう。イエーイ、めーちゃん出発。結晶溶剤、天気玉、カップ麺、ナットパック。金目のものはないか。これは何十年も前に生産終了したゲーム。ついてるね俺。よ、漂白者、そっちはどう？こっちはぼちぼち収穫あったぜ。それも仕掛けを解いてくれた君のおかげだ。ん？似たようなとは？実は測定の関係者だったり？まあ、なんだっていいさ。君を頼って正解だった。黒目、白目、なんか面白いことあった？ないであります。白目も収穫なしめ。
これはどういうことか。分かり次第再度連絡しろ。あの観察はやたら羽振りがいい。あの金がなければ実験室なんていつまで経っても完成できなかった。よく実験に口出しされるのは尺だが、それでも大事なパトロンだ。こんな場所であっても実験が続けられるだけいいと思わないと。そうよね。でなきゃ私たちのような狂人誰も拾ってくれやしないわ。ベースから蹴り飛ばされた私たちの本心、あいつらは理解できない。ハイセン教授が言った通り、僕たちの努力は人類の未来を変えられる偉業。今度こそあの奇跡を再現してみせる。ぽー、実験自体はうまくいったはずなのに、望んだ結果が出ないのはなぜだ。人工疎開面は第二段階に突入した。手持ちのあらゆる資料と証拠はかの文明が確かにここ炎上の沼にあったと示している。疎開面の特性を利用し奇跡を再現する、これは不可能なのか。時間がない。人工制御文句の作成がほぼ完了している。ここは第二プランに移るか。観察はやたら羽振りがいい。あのよく実験に口出しされるのは尺だが、thank you。
おーイエーイ。黒目、白目ないであります。白目もこれはどういうことか。A038 実験体の状況は？依然として具体的な形成、発生は認められません。ほとんど静止状態です。しかし異常行動が複数回確認されています。その点についてはさらに研究が必要ですね。そうか。だが所詮は偽物だ。神には遠く及ばない。そういや最近研究室にある部品がよくなくなるんだが、心当たりは？はい、ここ最近深夜になると変な音が聞こえてきます。まさか A038 と何か関係が？最近周波数測定でよく上の状況が測定されて、でもこれだけ厳しい管理体制にありますし、考えすぎでしょうか。そうだな。少し観察記録を調べてみよう。それと餌の投与量をもっと増やしてくれ。くれぐれも実験体を植えさせるなよ。あれは唯一の希望だ。最後の部屋だ。ハルト、お姉ちゃん、ハンコ、すごいもの見つけちゃった。あイエーイ、この身をヤイバに。
走れ。もっとあるよね。続いてきたな。これが最後か。少々悔しいがね。敵は世間からの誤解、衰えつつある情熱、それに本性ゆえの迷いと思い込んでいたが、私が一番の敵だったわい。わしは死への恐怖と成果への渇望に蝕まれ、魔が差し、これまで心血注いできた研究を弱ませた。ようやく目を覚ましたものの、時すでに遅し。わしらはあの偽りの扉を開けてしまった。ここに最後の成果を残そう。かの者たちはわしらの過去であり、未来でもある。もっと早く知っていたら、まだ挽回の機会があったはずなのに。過去から来た未来のもの、どうかもう一度わしらを救ってくれ。進み続けてくれ。世界を変える真の扉を開き、その先へと進んでくれ。綺麗な人。漂白者、この人を覚えてるか？やっぱりか。電力が戻ったんなら中央エレベーターも使えるはずだ。信号灯はこの下にある。降りてみよう。
底のやつら変なものばっか作りやがって。信号灯のシグナルはこいつの体の中、まさかあれを飲み込んだってのか。避けられないな。アンコとアルトはいつも通り？ああ、いつも通りだ。いしいし。じゃあこの大きいのはあんこがもらっちゃう。黒目白目いくよ。こいつの弱点はこいつの弱点はどれだめ。そうか、こいつの体は無理やりくっつけた金属パーツでできてる。関節部を狙え。落っこちたパーツで攻撃して、この図体だけの出来損ないをぶっ潰してやろうぜ。ねえ、はしゃ、転んじゃった。上がり。
はできる子だからね。でもこんな大きいのどうしてここに現れたのかな。前の調査によると、延長の沼にいる食帝のメンバーはこの組織の一握りだけなんだろうな。おそらく何かしらの神の研究の最中に過激な手段を取ったせいで追放されたんだ。それでも研究を続けた彼らは、あの神がかつて延長の沼にいたという証拠をつかみ、疎開雨の性質を利用し奇跡の再現を試みた。だがそれも失敗に終わる。そして次に打った手段が神の模倣、つまり偽物の創造だ。彼らはその偽物に周波数とデータを無制限に投与した。成果に飢えていたんだろう。挙句に同類の残骸まで差し出したんだ。その結果、食への渇望だけが残った怪物が生まれてしまった。食帝メンバー失踪の犯人はおそらくこいつだ。それと研究員日記に出たあのフラクトシデス観察、おそらくそいつとも何か関係がある。結局ここにいた人たちはかつて経験した神業を証明することにとらわれ、作り出した怪物に見入られ、自ら破滅する道を選んだ。怪物に食われたじゃいささか足りないな。執着と狂気に飲まれたが表現として真っ当だろう。まさに狂人だよ。さて、約束は果たさなきゃな。ブラックショアについて何を知りたい？俺らブラックショアは悲鳴の観測研究を行う組織で、各国に信号塔を設置したというのは前話した通り、ブラックショア自体が巨大な黒石なんだ。その中に含まれる膨大なエネルギーが今でも俺らの活動を支えている。この花もブラックショアのエナジーに影響された産物だよ。俺たちは特殊な場所に位置してる組織。悲鳴の観測と予測に関してはピカイチの精度を誇る。と言っても現状はただ悲鳴の発生を追ってるだけなんだけどな。その真相に至るにはまだまだ研究が必要だ。今は被害を最小限に抑えるために悲鳴の潮汐時間の測定とその発生パターンを見て
次の発生予測を行っているよ。ブラックショアについて何を知りたい？今さら隠しても無駄か？確かに長いこと君を見張っているが、別に悪意があってのことじゃない。ただ君が信頼に値する仲間かどうか確かめたかっただけだ。ブラックショアのメンバーはトップクラスのハッカー、爆薬の専門家、風水を操る達人といった具合に、悲鳴を抑え世界を救うにふさわしい腕の立つ猛者たちで構成されている。で、君の腕もやり方も俺たちにぴったりだと判断した。どうだい、いっそのこと入ってみる？ブラックショアについて何を知りたい？ああ、あいつか。少しクレイジーなところもあるが、間違いなくメンバーの一員だね。君と関わる任務と聞いて自ら志願したんだぞ。なかなかにモテるね、脅迫者さん。おや、もう会ったことがあるのかな？なら紹介する手間も省けそうだ。ブラックショアについて何を知りたい？テテスによると、次に明式が復活する場所は今週。今回はこの情報を伝えるために今週に来たんだ。ああ、復活した明式に滅ぼされた場所だってある。こんな惨劇を繰り返させるわけにはいかない。ブラックショアについて何を知りたい？俺はブラックショアの下っ端、協力者に過ぎない。だからこの組織の秘密なんてほぼ知らない。だが今から伝えるこの情報は今回の報酬にふさわしいと自信を持って言える。これは君の初めての目覚めではない。前の君はブラックショアで目覚めた。漂白者、俺らの目的は今の君たちと同じだ。お互い名式と悲鳴を消すために動いている。そうだよ、アンコは断言する。名式は悪の根源で、アンコとアールとは正義の仲間だから、悪をやっつけるの。もちろん、こんな話をすぐ信じろ、今すぐ味方になれなんて言うつもりはないけどね。この前あげた花はちゃんと持ってるか？あれはメンバーの証、そしてブラックショアに至るための鍵だ。いずれ使う時が来るはずさ。まあ、とりあえず信号灯も回収したし、食艇の秘密も暴いたし、今回の任務は完璧って感じ。やっぱり君を頼って正解だった。これからも
一緒に仕事する機会があるといいな。おっとっと、先に信号灯をチェックした方が良さそうだ。万が一変な故障でもされてたら。待て、これは、そんなはずは。ねえ、アールト、待ってよ。目が一匹、目が二匹、55匹、あれ、どこまで数えたっけ。時間をかけて作ったから絶対おいしいよ。一口食べる？あー！おー！